ちょっと怖い中日に1番バッターが生まれたなと。体を大きくしすぎてしまったんじゃないかな。武田正幸の同級。今回はですね、はい、今シーズンの、野手について、今シーズン活躍したちょっと野手の、成績をちょっと見ていただいて、ここに、はい、あのパソコンにいわゆるタイトルホルダーですよね、1位から3位まで出てますけども、まあ、これはもう村上君に関しては語りすぎたね。もう何も言うことありません。もう本当にすごいとしか言えない数字ですよ。こう見ても3割1分8厘56本134打点ですよ。ここにフォアボールが120個かぐらいあるんでしょ。いや、これはもうすごいですよ。出塁率がですよ、4割5分8厘だもん。これほとんど塁に出てるような感じだよ。だこの村上選手に対してはもう何にも言うことないですよね。で、僕はこの中で一番その注目したい選手は、中日の岡林くんですね。あの足のスピードだとか、ある選手なんですけども、まあ、肩も強いですし、素晴らしい1番バッターが誕生したなという形で僕、まあ、阪神戦などよく見てたんですけども、岡林君のいいところっていうのは、多分立浪監督とタイプが似てるんだと思うんですよね。そういうわけで、立浪監督が僕すごく大切にしてることって、下半身と上体の割れをすごく大切にしてると思うんですよ。この時岡林君のその打席のバッティングを見た時に、こうグリップを構えてテイクバックをふっと持っていった時に、右の足の踏み込みとテイクバックがやっぱ逆の動きをするわけ。足は前に行くわけですよね。で、手は後ろに行くわけ。その時に右足のと左のグリップがすごく距離があるんですよ。だから弓矢をぐーっと引っ張ったような状態をテイクバック、これが割れっていうの。だから立浪監督はこの割れをすごくやっぱ大切に現役の時バッティングでしてたんじゃないかなと。そういう割れを岡林君は覚えましたね。だからすごく長くボールが見れるんですよ、ここまで割れてるから。でも右にも左にもボールが長く見れればどこでも打てますし、ボールの見極めも良くなるんですね。だからこの161本という最多安打のタイトルを取ることができたと思うんですけども、シーズンの途中から変わってきた、途中から変わってきた。だからここまで僕できると思わなかったんだけど、もうちょっと前で勝負してたんだよね。だからこれは多分立浪監督がバッティングってのは打つのは前なんだけど、勝負するのは後ろなんですよ。で、後ろの形がちゃんと整えば前が整うんですよ。で、勘違いするのはみんな前の形を整えようとしすぎるんですよね。そうすると前の形って崩れるんです。後ろの形と前の形のバランスというものが立浪監督がすごく大切にされて、多分バッティング練習なんかしてきた方だと思いますので、この状態とその下半身の割れというものを、その岡林くんが身につけたことによって、このタイトルというものを取ることができたのかなと。ちょっと来年以降の岡林くんは、この最多安打のタイトルの常連になるんじゃないかなというぐらいのバッティングの内容を今年の後半してましたからね。ちょっと怖い中日に1番バッターが生まれたなと。ちょっとあの内野手の練習もさせてるって聞いたことがあるのよ。だから立浪監督が来年どういう形で岡林君を使うのか分かりませんけども、もう内野でも外野でも守れますのでね、ちょっとこう嫌な中日1番バッターがもう誕生したなと。まあ、立浪監督からするとすごい大きな手応えを感じる選手が一人生まれたってことは、来年ちょっと中日の打線って怖いですよね。それぐらい今年の岡林くんの
この活躍、バッティングの形です。割れですよね。これを覚えた岡林くん、割れが作った最多安打ですね。あと岡林選手、あの盗塁も、まあ、2位、リーグ2位でしょ、はい、だからこれそれは守れるってことだから、もうこれも近本にとって強敵が現れたなって感じがするよね。それとね、もう一つの DeNA の佐野くんはやっぱり立派だね。そんなに足が速くないわけじゃないですか。そんな内野安打で安打を稼げるタイプじゃないわけでしょ。その中でやっぱりその161本というヒットを打つ、で最多安打のタイトルを取る、まあ、一番綺麗なヒットを数多く打ってるのは多分佐野くんなんだろうね。これで DeNA の、そして打率も3割6厘でしょ。これ3割をちゃんとクリアをして161本ですもんね。内野安打何本ぐらいあるんだろう。そんなないと思うんだよね。うん、その中での最短だから。で、今年の場合は、この161本の安打の中で、ちょっとホームランをね、狙って打ちに行くような打席っていうのは、ちょっと僕、感じたことがあるんですよ。だから3番バッターとして、その長打力というものも意識 しながらの161本なので、佐野くんの161本というのは僕はすごく評価したいんですよ。しかも、ベイスターズが、こう2位という形で、まあ、ペナントレースを勝ったわけですからね。その原動力はこの3番の佐野くんの161本、3割。また長打力。このあたりがあったから、2位で終わることができたんだろうね。あとやっぱり近本がね、この盗塁を取り返したっていうのが立派ですね。しかも3番という打順をあれだけ任されて、その盗塁王っていうのはもう立派だと思います。ただ、30という数字に関しては近本は納得してないと思いますので、多分来年は岡田監督は近本3番じゃなくて1番打たせると思いますから、そういう意味では50盗塁以上はして、やっぱ盗塁を取ってもらいたいなと。まあ、甲子園球場っていうのは土のグラウンドなので、ちょっと走りづらいんですよね。柔らかい。柔らかいっていうか、ね、人工芝なんかに比べると、ちょっと走り屋さんにしたら、まあ、ちょっと走り、盗塁はしづらい球場なんですよ。で、赤星の時は、一塁の走路を固めたっていうぐらい、赤星に走れるように球場を作ったと聞いてますので、だ近本に対しても50個の盗塁をクリアできるようなそういう1年のシーズンを送ってもらいたいなと思いますね。首位打者争いで、まあ、唯一村上選手の三冠を最後まで競ってたところだと、まあ、大島選手のこのね、その大島君も今年は阪神戦でデッドボールだったんだよね。でいろいろ怪我だとかコロナにもかかったのかな。でいろいろこう苦しいシーズンだったと思うんだけども、まあ、その中でこの3割1分4厘村上君のその首位打者をそのタイトルだけでも奪い取るぐらいのね、そういう活躍をしてほしかったんだけど、この今年の怪我だとかいろんな状態を考えて振り返るとですね、やっぱ大島君のこの3割4分1厘というのはもう立派だと思いますね。そういう意味でこの中日の1番2番この左2枚って来年強烈だよね。大島君に関しては2000本安打という記録が多分目標としてあると思いますので、そういう意味では来年の大島君の野球にも非常にこう注目したいし、まあ、かなりベテランと言われるそういう時期に入ってきてると思うんだけど、一年でも長く、その中日のユニフォームを着て、中日を引っ張っていってもらいたい選手の一人ですね。ホームラン王のところ、ちょっと村上選手とはかなり差はついて しまっているんですけども、まあ、岡本選手を30本。そうですね、はい、だからホームランに関しては、もうちょっと村上君が別世界に行ってしまいましたので、この岡本君の30本ってのが、すごくその打ってないように思われるけども、3年続けた30本が4年だったかな。5年ですかね。あ、5年連続30本でしょ。
これは立派ですね。この30本クリアしたというのは立派です。ただこの今年の岡本君に関してはキャンプで見た時の軸足のこう使い方だとかってのを工夫してました。で少しこうテレビなんかで見て体を大きくしすぎてしまったんじゃないかな。バッティングホームランを意識して体を大きくしたのかどうか分かりませんけども、その体を大きくしたことによって岡本君本来のキレを失ってしまったのかなという感じが今年1年の岡本君のその野球を見て感じましたので、今年1年自分で意識をして体重を増やしてですね、これ自分が納得する結果が出なかった、そういう答えが出たことによって僕来年の岡本君ってのはもう一回村上君とホームランを争うようなバッティングを復活するんじゃないと見てるんですよ。だから岡本君にとって体重を増加して1年間やった野球、これでも30本クリアしたんですよ。だこの増加というものがね、来年の岡本君の野球やる上で自分のベストの体重というものを探せる、そういう1年にしてほしいんですよ。だから来年の岡本君の1年間の野球という、特にホームランの数というものに関しては僕すごく注目したいし、初めて30本ではなくて40本をクリアして40本以上の村上君とのホームラン争いというものが見れるんじゃないですか。これ40本以上のホームランのタイトルを争うっていうのはここ数年ないでしょう。まあ、この中にちょっと寂しいのは、まあ、阪神の、まあ、大山にしても佐藤にしても、まあ、30本クリアできなかったってことですよね。だから大山と佐藤に関してはこういう打撃タイトル上位3人の名前の中に、特にホームラン、打点は大山が87打点で入ってますけども、ホームランというものに関して30本クリアしてこういう選手の仲間入りをするような野球というものがやっぱり大山佐藤には必要なのかなと、こういうタイトルホルダーを見るとすごく感じますね。阪神はこう考えると少ないですもんね。3位まで入っているのは近本の盗塁王と中野の最多安打のタイトルの3位に157本でいるという、あ、それと大山の87打点ですね。この3人ですもんね。大山選手途中まではホームランも結構20本ぐらいの時まで、はいはい、リーグの、これ大山もね途中でコロナになったりだとかそういうことでちょっとゲームを休んだりしてしまいましたので、まあ、これ言うのは非常にこう大山にとって酷なのかもしれないけど、だから来年は怪我をなくやっぱり1年間戦う中での30本というものを大山佐藤はクリアしてもらいたいね。今回はタイトルホルダー上位3位までの方たちのことを喋らせてもらいましたけども、ヤクルトの1年間の戦い方の野球の中で、まあ、村上君の三冠をなくしてヤクルトの優勝なかったと思うんですけども、これ野球ファンの方たち、特にヤクルトファンの方たちに登録してもらいたいんですけども、ヤクルトの今年の野球をヤクルトファンの方たちはどう見ているのか、そういうコメントをどんどんいただきたいし、ヤクルトファンの方たちにチャンネル登録をお願いしたいです。よろしくお願いいたします。